朝香なる子一族めぐみと申します。今年のテーマは忘れ越し、皆さんと一緒に楽しんでいければと思います。目いっぱいのご声よろしくお願いします。よろしくお願いします。苦しみ辛さ乗り越えた先に笑顔あり。2019忘れ越し、笑う角には恵みあり。笑う角には恵みあり。温かいご声援ありがとうございました。ありがとうございました。